あ、こんばんは。こんばんは。約1年ぶりのなんと庄司さんがご出演ということで少々緊張しているということで今回はこのシーズンになると新製品がね出てくるということで、秋の新製品シダ動画を撮っていきたいと思うんですけど、まず最初はなんつうの、優しいモデル、優しめ、優しめモデルと言われている今話題のシムグローレとピン G425MAX、 はい、この2つをこう内から打ち比べていきたいと思います。シャフトは何でしょう。シャフトはどちらも純正で、うん、シムグローレが純正の SR、 ピンは純正のアルタ JCB の S です。なるほど。でロフトがどっちも 10.5 です。この2本をヘッドスピード別で、打っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします、それではまずはシムグローレの方から打っていきたいと思います。まず先陣を切って庄司さん。はい。おお、いい球。はい、44ヘッドスピード、飛距離227ヤード。これなんか、おお、これもう説明いらなく良くないですか。これね、すごくいいです。これいいです。いいね。これなんか特性はこれまずドローバイアスって言って、まあドローが出る設計です。本当だね。本当だ。いいですね。ヘッドスピード 44.9 の221ヤード。これ、うん、確かに買いですか。これね、軽くてすごくいいです。やっぱ初心者向けですね、これ間違いなく。まあ重さも軽いんで、じゃあそれでは小関君、はい。球筋一緒。おお、 47.7 の236ヤード。これはすごいことだ、もしかしたら。左じゃん。右に行かないっす。右に行かない。左じゃん。すごくないこのクラブ。ちょっと感動してるんだけど、うん、このしかも安定性。そうそう、同じ球ですね。ほら全部一緒。このドローバイアだっけ。ドローバイアス、バイアいいじゃん。 46.2 の239ヤード。これはフェイスゼーテックチタンっていうかなり反発高い素材使ってるんです。そうなの。じゃあ僕50ちょっとオーバーぐらいの感じで。うん、いいドローですね。あ、49だった。51.3、271ヤード。これはね、50超える人はちょっと上がりすぎるね、うん、本当に優しいんだ。ネクスジェンと一緒だよ、優しい、うん、誰でも上げられるって、うん、ただ、いわゆる上がりやすい、そしてしっかり捕まる。説明書に書いてるやつ、そのもの、そのものじゃないですか。そのまま出るクラブだね。これは僕あり、あり、あり。ちょっとフェード打ったらどうですか。フェード打てるでしょ。あ、ほら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 。捕まる。捕まるんです。まあまあスライスメニューだね。でこれでやっとですよね。やっとフェードだね。はいはい。スライサーの方、球上がりづらい人、しっかり捕まえて飛ばしたい人はこのシムグローレ。もうピン打ってないけど全然いいと思うこれ。まあでもピンがどんなもんかなのか、ピン打ってみましょう。はい。いやこれありだね。こんないいクラブなの。テーラー史上一番優しいと思う。いやシムグローレってよく分かんないけどね。まあ今の流れの2つ合わせたと。あら捕まんなくなる、うん、あ、これは何、どういう。これはヘッドの完成モーメントが大きすぎてフェースがやっぱりまっすぐこう動かしてるんです。なるほど。だからこうまっすぐ行ってそのままこうフォローまで行くので、さっきのシムグローレは帰りながら捕まりながら来るに対してこっちはもうまっすぐなんで、まあ、フェースさえ合わせればまっすぐ行くっていうのがこれです。なるほど。
福井でも大きいね、その感染の。そうですね。ああ、捕まったけどね。今は結構捕まえたんですね。うん、結構ね。44.5 の220ヤード。あー、でも、いい球。これもいいね。これもね、捨てがたいです。捨てがたいですか。捨てがたいです。44の219ヤード。確かに直進性っていう意味ではこっちの方が直進性は高いですね。ちょっとこう重さを感じますね、ヘッドの。あ、そうっすか、うん、じゃあ次、コスミチーム。あれ使うだろ。いや、戻ってこなかったんですよ。そう、いや、ほら、あー、そうだね。シャフトはちょっと俺捕まりはちょっと減るね。あー、捕まえた。今ちょっと捕まえたんですけど、うん、48.6 の239。これ、球の上がりは完全グローリーだね。そうですね。やっぱ右に出ますね。そうだね、右出る、少し。そして帰りが少し悪い。50の260ヤード。そうだね、うん、フェード打とうとなんかしてないけど、フェードっぽいとかで。ああ、確かに、まっすぐっていうのがよう分かるやつ、うん、ちょっと捕まえに行ってください。あ、はい、捕まりはシムグロリです。そうですね、上がりやすさは僕50以上のヘッドスピードだとそんな変わんないですけど、やっぱりシムの方が上がるかな。シムの方が上がります。上がるね。で、捕まりもヘッドスピードないければないほどこっち寄りの方がいいと思いますね。で、そうですね、ちょっとヘッドスピードあってあんまりこう曲げたくない人はピンかな。まっすぐ、確かにまっすぐ合わせられるんだったら、うん、まあピンの方がいいと思うんですけど、本当スライススライスが多い人だとこっちだとミニプッシュばっか出るんじゃないかなと。ここまでなんか分かれるともうこれはどっちがいいっていうかもうタイプだね。ですね、タイプ。でもね、これどっちでも絶対満足できると思います。ただ小関チーフのゴルフパートナー、仙台バイパス、お日野店、それから泉店も、泉店も吉成店も山形も、もこのなんとピンは取り扱ってないそうですということで。では優しい目系クラブを2つ打ち出してみました。それではまたいろんな動画配信していきたいと思いますので、ね、チャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。これが55円ぐらいになるとどういう球になってるのか。ああ。